全日本選手権に初出場する橋本壮市と高藤直久、右、撮影、峯岸優輝、写真を拡大体重無差別で争う、柔道の全日本選手権、29日、東京、日本武道館、に、初出場する73キロ級世界王者の橋本壮市、26、が28日、東京、講道館での選手説明会に出席し、体重増の独特の調整で夢舞台に挑むことを明かした。全日本選手権には60キロ級世界王者の高藤直久、24イコールともにパーク24に次ぐ軽量で臨む。現在の体重は78キロで、焼肉増量作戦で本番までに80キロにするという。28日夜、家族と夕食をとる予定で、焼肉をたくさん食べて2キロ増やします。こんな調整初めてです。焼肉パワーで、明日はバチバチ重量級を倒して会場を沸かせます、と自信を覗かせた。2月に規律違反で強化指定 A から B に降格など6校目の処分を受けた。問題が発覚した日にバリカンを購入。反省と気合と反省。として高校生以来の6ミリの丸刈りにした。所属が主催する小学生向けの柔道教室に積極的に参加した。改心し、子供たちに良い手本となる柔道家になりたい、と何度も口にした。全日本選手権の出場者は重量級選手がほとんどの中、橋本と高藤の存在は際立つ。東海大3年の時に81キロ級から73キロ級へ転向し、重量級を得意とする26歳。高藤、直俊と自分が出場することで、子供たちに何か感じてもらえたら、全日本は柔道家の夢であり、その夢舞台に挑む姿をぜひ、多くの人に会場で見てもらいたい。記録と記憶に残る柔道をします、と。迫る大舞台に胸を高鳴らせていた。